続いて改革宮城の質疑を行います。質問時間は答弁を含めて11時59分までとなります。菅間進委員長。菅間委員、一昨日大震災より3ヶ月の日を迎えました。改めて多くの亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また被災された多くの方々にお見舞い申し上げさせていただきます。九死に一生を得た方々、そういった方々をサポートして、地域が再生するためには、雇用、生活、安全ということをきっちりとやっていかなければならないという観点から、総括質疑をさせていただきたいと思います。なお、かなり多岐にわたりますので、答弁の方は、簡潔に的確にお願いできればというふうにお願い申し上げます。まず雇用生活資金の確保についてであります。緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費ですね、116,400万円、原則として被災求職者を雇用ということでありますが、事業内容と実施時期についてお尋ねいたします。川端経済商工観光部長。震災対応事業の内容につきましては、県および市町村が実施主体となって、例えば臨時職員等により被災失業者を直接雇用する事業、直接雇用事業でございます。また、企業 NPO 等へ業務を委託し、受託者が被災失業者を雇い入れる事業、これは受託事業、委託事業になりますけれども、直接雇用の事業と委託事業、両方を実施するものでございます。まあ、実施時期につきましては、各部局や市町村において、すでに具体的な事業の準備を進めてございまして、予算可決後、速やかに事業を実施することとしております。委員長。菅間委員。ぜひどんどん進めていただきたいわけでありますが、具体にどのような仕事、事業例があるのか、またどの程度の収入になるのか、それをお尋ねいたします。委員長。川端経済商工観光部長。実施予定の事業としては、5点ほどちょっと例として述べさせていただきたいと思いますが、避難所や仮設住宅入居者の生活支援に係る事業、あるいは簡易な瓦礫除去や道路側溝の清掃などの当面の復旧事業の実施に係る事業、それから県産品や観光地 PR に係る事業、あるいは医療、福祉人材、産業人材等の確保・育成に係る事業、そして災害に対応した行政事務の補助に係る事業など、多岐にわたる事業となってございます。収入につきましては、地域における財状況を勘案した適切な賃金水準を設定することとしてございますが、県および市町村の臨時職員や非常勤職員等での直接雇用の場合は、各地方自治体の規定に基づき、賃金や報酬が定められておりますが、例えば県の非常勤職員として雇用した場合は、月額142,000円程度となってございます。また、委託事業の場合には、既存の計画事業費から試算しますと、月額平均でございますが、167,000円程度となってございます。委員長。菅間進委員。かなりこれは周知してですね、雇用を生み出さなくちゃいけないというふうに、誰しも思うわけでありますが、実施しての実績と課題をどういうふうに想定しているのか、お尋ねします。川端経済商工観光部長。各部局や各市町村において事業の具体化を現在進めているところでございますが、他県や他市町村の事例、いい事例がございますので、そういった事例を提供するなどをしまして、着実な事業の推進を図ることとしてございます。雇用人数見込みにつきましては、今年度において6000人以上の雇用を確保したいと、今回の補正にかかる予算116億において、6000人以上の雇用を確保したいと考えてございます。今後、被災者の仮設住宅への入居が進み、就職意欲が高まること、あるいは失業給付の終了者の増加も見込まれることから、秋口以降には雇用情勢が一層厳しくなることが懸念されることから、さらなる雇用の場の確保が必要となることと考えてございます。このことから、国の二次補正においても十分な予算枠を確保することが課題でございまして、引き続き国に要望してまいりたいと考えております。
委員長。菅間進委員。期待しますし、まあ、与野党問わずですね、協力して二次補正、いい形で出るように頑張れたいなと思いました。関連しですね、農林水産業の初期復興、漁場生産力回復支援費について、同じく事業内容と実施時期についてお尋ねいたします。委員長。千葉農林水産部長。はい、漁場生産力回復支援費についてはですね、今回の大震災によりまして漁場に浮遊堆積したがれき、これは漁業者自らが撤去するということによりまして、まあ、漁場の機能を回復するということでございまして、作業に従事した漁業者の方々に対しまして、まあ、人件費あるいはその船舶使用料ということでのその支援を行うという事業内容でございます。実はこれは5月にもうすでにですね NPO 法人の水産業漁村活性化推進機構、こちらの方の基金を活用した事業として実施されておりまして、それを今回補正予算提案させていただきました事業費、これはその NPO 法人の基金は5月で終わっておりますので、その事業に引き続き、まあ、漁場機能の回復と地域の雇用創出を図るというようなことで、実施するものでございます。事業期間については150日を見込んでおりまして、この期間、その瓦礫撤去等に従事しました、漁業者の方々に、まあ、予算単価では12,100円1日、支払われるという、そういう事業内容でございます。委員長。菅間進委員。まあ、これは漁場の瓦礫処理ということも含めてですね、一石二鳥という感じはしますが、浜の瓦礫処理の進捗状況ですね、どんな状態になっているのかお尋ねいたします。千葉農林水産部長。はい、まあ、先ほどの NPO の基金事業、それから今回の予算でもって続けていくわけですけれども、今までですね、これまでの進捗状況としましては、沖合漁場では、29隻の底引き網漁船が、まあ、10日程度の撤去作業に従事しております。また県漁協などの組合員、漁港周辺で行っているその撤去作業では、今まで延べ1万人以上が、まあ、参加し、多種多様な瓦礫が回収されているということでございます。菅間進委員。労賃と助成内容と実際漁業者の受け止め方、現場の意欲と今後の課題についてはどういうふうに、なってますか、お尋ねいたします。千葉農林水産部長。この事業の支援の内容でございますけれども、先ほどもちらりと申しましたが、瓦礫の回収処理作業に従事した場合、1日8時間、まあ、1人当たり12,100円というのが単価になっております。半日の場合は、まあ、6050円が支払われるということでございます。それから漁船船舶の借り上げ、これも大体トン数回送別に21,000円から92,500円までということに分かれますけれども支払われると。それからゴミ袋やトラック、そういったもののレンタル料などの経費も支払い対象ということになっております。で、この事業につきましては漁業を再開できるまでのですね、漁業者の収入の確保にもつながると、それから雇用創出にも大きな効果を上げているというようなことから、漁業者の方からは大変歓迎され、参加意欲はその高いというふうに承知しております。で、瓦礫大変膨大な量が広範囲に分布しておりまして、作業の完了までに多くの時間を要するということが予想されますことから、今予算化をお願いしている部分だけではですね、そういったものが片付ききらないというのは当然でございます。国に働きかけて引き続き必要な予算を確保していくということが課題であるというふうに考えております。委員長。菅間進委員。まあ、雇用の創出といった点ではですね、限られた一面ではありますが、まずは緊急対応ということでは、これらの事業についてはですね、大変評価されるというふうに私自身は思います。知事の評価と二次補正に向けての雇用生活資金の施策に対する考え方についてお尋ねしたいと思います。村井知事。基金を活用いたしました災害対応事業および漁業生産力回復支援事業は、被災者の緊急的な雇用の場を確保していくという上で、地域の雇用創出に大きな効果があるものと認識をしております。議員と全く同じ考え方でございます。我が県といたしましては、被災された方々が今後安定的な雇用の確保により安心して生活できる基盤整備が必要なことから、商工業や
農林水産業の本格的な復興に向けた取り組みが必要不可欠と考えているところでございまして、宮城県震災復興計画の緊急重点事項に位置づけまして、総合的に取り組むことといたしております。この復興計画の着実な推進のためには国の第二次補正予算が非常に重要でございまして、さらなる予算枠の拡大に強力に要請をしてまいりたいと考えております。半間進む委員、次に移ります。被災者の生活支援について、応急仮設住宅建設についてはですね、スピード重視ということで、プレ協を中心としたスキームを県は崩さなかったわけであります。災害協定を結んでいたということもあるでしょうが、一般質問でも納得がいかないとの指摘がほとんどの議員から出ていました。災害協定の内容と一括発注に至った経緯を改めてお尋ねいたします。橋本土木部長。国では以前から都道府県と社団法人プレハブ建築協会との災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定の締結を推進してまいりました。平成7年に発災した阪神・淡路大震災を契機に、現在全都道府県で平成8年4月までに、協定を締結してございます。この協定では所要の手続き、協力体制、住宅建設費用負担及び支払い、連絡窓口、報告等を定めております。県は災害救助法を適用した場合において、住家が滅失した被災者のうち自らの視力では住宅を確保することができない方々のために、応急仮設住宅が必要と認めたときは協定に基づき社団法人プレハブ建築協会に協力を要請することとなってございます。なおこのことは宮城県地域防災計画にも定めてございます。災害救助法に基づき応急仮設住宅の着工は20日以内と規定されておりまして、1日も早く被災者に仮設住宅を提供できるよう体制を整えて対応しているところでございます。菅間進委員。市町発注について、市町から要望があってとの一般質問での答弁でありましたが、比較業者選定に国の外郭団体に依頼したのは県の住宅業務の煩雑さを避けるためだったのか、また同じく輸入資材を使った住宅についてもそうだったのか、お尋ねします。橋本土木部長。応急住宅の建設についてましては、被災者に速やかに住宅を提供するということを目指しまして、3月14日に社団法人プレハブ建築協会に対しまして1万戸の建設を要請しました。4月1日に市町村から要望を踏まえまして、建設必要戸数を3万戸として同協会に追加要請を行っております。プレハブ建築協会の供給体制が逼迫した場合に備えるとともに、住宅の品質性能に一定レベルの確保が必要と考えたわけでございますが、当初はより迅速な供給に向けて人的余裕がなかったこともございまして、4月6日付で一般社団法人住まいづくりまちづくりセンター連合会に対しまして、国内外からの応急仮設住宅の供給の申し込みを公募しまして、その内容の審査整理を行い、候補事業者リストの作成を依頼したところでございます。委員長。菅間進委員。市町の方でですね、要望があったことで最終的に77社からという選定がされたわけでありますが、発注業務や管理業務をこなすには市町は職員が手一杯でやれる状態にないというふうに、思われますし、実際そうであります。もちろんやる気のあるところ、こなす能力があるところが手を挙げるという論理で県は主張するでありましょうが、本来であればメンテナンスや仕事の丁寧さ、ガチンコではない間取り等ができる地元業者に臨んだのが市町の本当のところだと思われます。県は市町発注についてはあくまでアリバイ作りとしか私は見えないし、一般質問の答弁で発注業務や工事への技術支援などを行ってきたし、これからも行っていくとしていますが、そうは見えないわけであります。具体に仮設住宅建設でどのような人的支援等を行ったのか、お尋ねいたします。橋本土木部長。これまでですね、応急仮設住宅の整備につきましては、被災市町から
建設場所や戸数等具体的な要請を受けまして、すべて県が発注を行ってきております。県では3月17日から20日までに全市町村を訪問しまして、応急仮設住宅の建設必要戸数等の聞き取り調査を実施してまいりました。また国の協力を得まして、用地確保が困難な状況にある被災し町においては、土木建築設備の技術者による建築用地調査の支援を10名が4週間にわたって実施してきたところでございます。6月10日現在、応急仮設住宅の建設のために県組織内部でも9名を増員し、他の地方自治体や独立行政法人都市再生機構から26名の派遣を受けてございます。これまで、延べ1872人の支援をいただいているところでございます。また一部被災市長から市町から自ら発注したいという声が上がってございまして、4月に公募した事業者リストを活用した発注が可能となるよう、応急仮設住宅供与事務をすべて市町村に委任してございます。県としましては今後とも発注事務や技術の面でしっかりと支援をしてまいって、しっかりと支援をしてまいります。委員長。菅間進委員。今の答弁に対して、委任をしたけれど具体に市県の職員は今のところ新町に行ってないんですよね。だ先ほどの環境感染部長のやり取り、町委員、委員の高市町委員のやり取りと同じように、積極的にやるっていう町に対して、やっぱり県の職員、まあ、もちろん後から話をしますが、他の都道府県の職員を積極的に送り込むような積極的な対応をね、しなきゃいけないというふうに思うんですけど、今の答弁聞いたら、そういうことしてないんですよね。どうなんですか。橋本土木部長。いろいろですね、相談にも乗ってますし、しっかりとこれからもですね、技術支援のもんで支援をしていきたいと思っております。今山本町でと南三陸町でこの仕組みを作ってですね、使って発注するということでございますので、いろいろな形で支援をしていきたいと思っております。委員長。菅間進委員。まあいろんな形で支援してまいるということですが、人的支援を具体にやっていただきたいというふうに私は思います。それは私の考えを述べさせていただく中で、地元優先、地元の雇用を生む、まさにそうすることによって地元に金が落ち、経済が少しでも回っていくと知事の発言を信じてですね、この事業に期待しておったわけでありますが、結果として全く違った形になってしまったというふうに私は受け取っています。それは望むところと理解してよいのか、知事にお尋ねします。村井知事。応急仮設住宅は、被災者の皆さんが復興に向けたスタートラインにつくための、措置と考えてございまして、やはり、何よりもスピードを最優先にすべきだと考えたということでございます。応急仮設住宅を、短期間で建設するためには、被災前から連絡方法、標準的な設計仕様、作業手順等の打ち合わせを行いまして、体制を整備しておく必要があったということでございます。このため県では社団法人プレハブ建設協会と建築協会と協定を結んで、災害で対応、これまでの災害でも対応してきたということでございます。今後災害公営住宅、復興住宅の建設にあたりましては、当然、時間的な余裕が多少出てまいりますので、地元事業者を最優先に当然してまいりたいと、このように考えております。委員長。菅間進委員。もう作ってしまって、ほとんど、まだまだいくらか残っている部分ありますが、変更が効かないんだろうということで、いろいろと反省を踏まえてですね、今後今のご答弁にいただいたような形で地元雇用を生んでいただきたいというふうに思います。プレ協についてですね、約2万3000戸と7000戸もダウンしました。プレ協会社は大当てで大赤字にならないよう必死の調整をしたとの報道もなされていましたが、災害協定でそのようなリスクについての県の面積があるのかどうかお尋ねします。橋本土木部長。県のですね、社団法人プレハブ協会、建築協会の建設要請は、建設の見込み戸数としており、極力過剰生産等を生じさせない、させることのないよう、必要戸数の変動等については、その都度連絡調整等を、調整を滅に行っているところでございます。なお、協定では、発注する際は、建築場所、戸数、規模、
着工期日と具体的な指示をした上で行っておりまして、具体的に発注した仮設住宅についてのみ県は支払い義務を負っているということでございます。官房進む委員。はい、責任がないということでありますが、ちょっと細かい話になりますが、民間賃貸住宅の借り上げについて、制度の不備があるとの指摘を県民からこのところ受けます。具体に説明しますと、津波に遭わず部屋の家財が倒れた程度で、その部屋は住める状態でも賃貸マンションが全壊と判定されたケースがあり、住人は罹災証明書を持って他の民間賃貸住宅の仮設住宅借り上げを申し込み、2年間自己負担なしで住むことができることになる。津波で全てを失った方々や、地割れでどうしても自宅に住めなくなった方々とは違い、職を失ったわけでもなく、家財の被害もさほどない方が2年間家賃無料で家を借り上げしてもらえる矛盾、いやおうなしに引っ越しせざるを得ない方なので、引っ越し資金の一時金ぐらいの対応はしてもいいと思うが、復興資金の無駄遣いは許せないというものであります。知事の所見と今後の対応についてお尋ねします。村井知事。ただいま委員ご紹介の事例は、私どもにそういった情報がまだ届いておりません。事実関係が分かりませんので、何ともコメントしようがありませんが、もしそういう事実があるとするならばですね、ぜひ具体的な事例をですねご紹介をいただければというふうに思っております。入居に合致するか判断というものは、市町村が行っているわけでございますが、そのような問題がございましたならばですね、当然改善していかなければならないことだと、このように思っております。官房進む委員。具体な事例があるので私のところにメール来ましたので確認してですね、ご相談をじゃあそれでは申し上げたいと思います。次、災害廃棄物処理について、移らせていただきます。廃棄物処理計画をですね、今月中に策定するということなど一般質問の答弁で、明らかになってきています。できる限りの速やかな処理は誰もが望むところでありますし、しかし現実問題として、これも先ほど高橋町委員のお話ありました、できるだけその早くなくしてという、住民の方々の精神的な面の部分もあるかと思いますが、ただ、消しゴムで消すような形にはならないというところで、集積所の運用を最大限、周辺住民に迷惑をかけないようにするのがまず急務だというふうに私自身は思っています。運搬等の騒音対策、飛散防止ネットによる大気汚染対策、消石灰、消毒剤、消臭剤散布による悪臭対策など、民間の提案なども受け入れて、ここは民間の提案を受け入れてというところが一番私は大事だと思うんですが、万全の管理をすべきと思いますが、いかがですか、お尋ねいたします。小泉環境生活部長。一時仮置き場での、環境汚染防止対策につきましては、災害廃棄物、処理指針を策定いたしまして、関係機関に、周知しております。また、災害廃棄物処理対策協議会を通じましてですね、被災市町の、取り組みの強化を促しているところでございます。ただこれから夏場を迎えてですね、かなり衛生上の問題も深刻化してくると、そしてまた今のような集積状況もですね、少し長めにかかるかなというようなこともございますので、今後ですね、さまざまな、環境問題、衛生問題の、発生が、懸念されるというふうな、ことでございますので、近くですね、東部が中心となりまして、関係部署集まった対策会議を招集いたしまして、そこでですね、具体の対応策を検討し、早急にですね、ご提示を申し上げたいと。その中で環境省や厚生労働省の助言とかですね、ただいま議員からお話がございました民間企業の提案、そういうふうなものも十分に参考にさせていただきたいというふうに思います。官房進む委員。ハエの大量発生とかですね、かなり現実問題として、
起きて大変な状況にあると聞いております。ぜひきちっとしたまた早急な対応をお願いしたいと思います。次にですね、木材のがれきをチップにし避難の丘を作ろうなどリサイクルの提案も我々サイドにもなされています。外部からのアドバイスなどももらいながら県職員のみで処理計画を作ると言いますが、その意図と具体な工程をお尋ねします。小泉環境生活部長。現在ですね、県と、被災しましたが連携いたしまして、市長ごとのですね、具体的な災害廃棄物の処理スキームの、検討を行っております。そういうふうな中でですね、さまざまな、提案、民間企業なんかのですね、ご提案いただいておりまして、そういうふうな中にですね、可能なものについてはですね、十分に取り入れて、いきたいというふうにこう考えておりまして、こうした、市町のですね、処理スキームをですね、早急に取りまとめ、それをベースに、宮城県の、災害廃棄物処理実行計画をですね、今月中に、策定したいというふうにこう考えております。看板進む委員。がれき処理についての、費用についてですが、先ほどこれも高橋町委員に指摘されてました、約4000億、今回補正が510億円債務負担行為を含めてですね、私の計算だと約3800億円になるわけですが、この発注についてはやはり、能力の問題も当然ありますが、繰り返し申し上げますが、地元優先の、そして、提案型での選定がぜひ必要と思います。これも繰り返しになりますが、地域経済を回していく、雇用を生む最大のプロジェクトと考えます。応急仮設住宅のようにならないことを望みますが、知事のお考えをお尋ねいたします。村井知事。県が被災市町から委託を受けて行います、二次化料木場における処理におきましては、今月中に県内各ブロックごとに企画提案の募集を開始するよう努めてまいりたいと考えております。その際には目標の3年以内の確実に処理できることを基本といたしまして、地元の産業振興、雇用の確保も加味していかなければならないと思っています。時間の問題、また技術的な問題もありますので、そういったようなものを総合的に考えてまいりたいと考えております。菅間進委員。ぜひそのお答えのような形で進むようによろしくお願いしたいと思います。今月のですね、選択という雑誌に復興利権に食い込む被災地で跋扈する反社会勢力という記事が載っておりました。石巻市の複数の避難所で4月21日現金を入れた茶封筒が配られた例などが挙げておりましたが、これは産経で報道されてそれを否定するような形で家屋新報出ておりましたが、改めてここで確認したいということと、警察本部としてどのような情報を持ち、それ以外の部分でですね、反社会勢力に対してどういう対処をしようとしているのかお尋ねしたいと思います。竹内警察本部長。委員ご指摘の現金入り茶封筒の配布の件につきましては、山口組行動会関係者が配布したのではないかとの一部報道がなされましたが、県警察において事実関係を調査しました結果、暴力団関係者等と全く関わりのない西日本日本社を置く会社社長が現金を拠出して善意で被災者に配布したものであることを確認しております。お尋ねの震災復旧復興事業からの暴力団と反社会的勢力の排除につきましては、県を含む県内自治体や建設業協会等の関係団体と連携し、各事業者等に対しまして下請け業者を含めた排除対策の働きかけを行うなどの諸対策を推進しておりまして、これまでも身分や事業者名を仮装してがれき処理等の復旧工事に参入しようとした暴力団関係者を排除したところであります。今後も本年4月に施行されました暴力団排除条例を最大限活用するなど、暴力団排除対策を継続強化してまいりたいと考えております。委員長。菅間進委員。地元雇用を生むという意味での大切さと同時にですね、
そういった反社会勢力の排除ということが、ぜひ求められるわけでありますが、知事はこのようなことを受け止めて、どのような所見を持つのか、お尋ねしたいと思います。村井知事。反社会勢力が被災地におきまして、跋扈することは到底許されることではないと考えております。宮城県災害廃棄物処理対策協議会を通じまして、市町村および関係団体に対して、県警本部から注意喚起を行っておりますが、さらに周知を図ってまいりたいと思っております。反社会勢力の排除に関しましては、県警察本部から随時必要な情報を市町村に提供するとともに、工事請負契約で解除規定が設けられておりますが、引き続き厳しく対応してまいりたいと考えております。委員長。菅間進委員。ぜひよろしくお願いします。とにかく約4000億円という巨大な金額でございますので、十分有効に使われるように、お願いしたいと思います。次の質問項目の保健医療にも関わることになりますが、住民、避難住民、工事関係者、廃棄物処理関係者の呼吸器病予防が急務であると思われます。実際行われておりますが、より徹底したもので、行政としてのきちんとした周知が必要だというふうに私は思っております。防護具、マスク、ゴーグルの適正使用の指導、要すれば供給、瓦礫撤去、解体工事におけるアスベスト飛散防止対策、体系的な環境調査の実施、禁煙対策、喫煙とアスベストの両方の暴露を受けた場合、肺がんの発症リスクは著しく増加するなど、やらなければならないことがたくさんあります。先日、女川の現地調査に行ったときなどですね、砂ぼこりがする中、交通指導の警備員が無防備で仕事をしていたのには、さすがに驚かされました。県としての対応をお尋ねします。小泉環境生活部長。防護具につきましてはですね、市町村に対しまして、災害廃棄物処理作業時のマスク着用につきまして、指示をしております。また実際にですね、防塵マスク、それをですね、ちょっとレベルの高いやつでございますが、それをですね、31万枚、配布をして、住民とかですね、作業員への着用の周知をお願いしているところでございます。また社団法人宮城県建設業協会に対しましてもですね、会員への防塵マスクの着用の周知と、作業時の圧別飛散防止対策の徹底をお願いしてございます。次に環境調査のことでございますが、4月に環境省が圧別との調査を実施しておりまして、問題がないというふうな結果になったわけでございますが、継続して監視する必要があるというふうなことで、県ではですね、測定箇所を選んで現在継続してモニタリング調査を実施しているというふうな状況でございます。はい、岡部保健福祉部長。はい、私の方からは禁煙対策の関係でお話をさせていただきたいと思います。アスベスト暴露と禁煙との組み合わせで、肺がんの発症率が相乗的にこう上昇するというふうな調査もございますので、検討いたしましては、従前からホームページでタバコと健康のページを設けまして、健康影響等と広報を務めているところでございますけれども、引き続き民間事業所への出前講座とか支援講話、そういったものも含めまして知識の啓発等に努めていきたいというふうに思っているところでございます。菅間進委員。感染部長にちょっとお聞きしますけど、じゃあ女川なんかで私本当に交通指導のっていうか、その総合交通とかそういったところでの防塵マスクは全くつけてないと、ゴーグルもつけてないと、もう凄まじい状況だったんですけれど、そういったところはどこの責任に、もちろん当該会社の責任でありましょうが、その今後やっぱり是正していくためにはどこを抑えなきゃいけないかというふうに思われますか。小泉環境生活部長。こういうふうな環境対策について、衛生対策についてはですね、結構こちらの方でも周知を図っているつもりであってもですね、現場までなかなか行っていないというふうな部分は結構お伺いしております。
まあ、そういうふうな点でですね、まあ、周知策をどういうふうにしたらいいか、まあ、それはいろんな担当部署があるといえばあるかもしれませんが、基本的にはですね、環境生活部の、まあ、災害廃棄物の関係についてはですね、まあ、一元的に、廃棄物対策課で、処理をしたいというふうに思いますので、まあ、そういうような苦情とか何かありましたら、ぜひお寄せいただければと思います。委員長。菅間進委員。ぜひ市民町を通してですね、徹底型お願いしたいと思います。やはり健康が一番で、頑張るためにも長期戦になりますので、県民皆さんがですね、ベストが尽くせるような状態を作っていくことは非常に大事だと思います。そういった点で、保健医療福祉の確保についてに質問を移らせていただきます。議会のやり取りの中で、今回の震災で医療従事者が45人も亡くなっていること、また沿岸5市町の315箇所の医療歯科診療施設のうち約 37%、 118箇所が廃止休止に追い込まれたというショッキングな現状を突きつけられてしまいました。まあ、失礼な言い方になりますが、ただでさえ医療過疎地域であるこの地域であります。こんな状態では悪い意味での相乗効果で人の流出が進み、過疎に拍車がかかってしまうと思います。医療を必要とする被災住民のためにも、また医師、歯科医師をはじめとする医療従事者の働く場を作らなければならないと思います。診療確保支援費をどのように有効に使おうとしているのか、お尋ねいたします。岡部保健福祉部長。診療確保支援事業によりまして、整備いたします仮設診療所、あるいは仮設の歯科診療所でございますけれども、まあ、これにつきましては被災によりまして、まあ、医療の確保が困難な地域に、まあ、必要な医療を提供するということは当然でございますけれども、お話のとおり、被災した医療関係者の、まあ、就労の場というふうなこととしても、期待しているところでございます。まあ、現在仮設診療所等の必要な地域、あるいは設備の内容とか運営方法などにつきまして、まあ、被災市町村や関係機関と協議を進めさせていただいているところでございます。医療従事者の方々につきましては、医師会、あるいは歯科医師会、東北大学等の協力を得ながら、まあ、確保をしていくということで、かなり密度の濃い議論などもさせていただいておるところでございまして、そういった方々の活用も念頭に、こういった事業を推進していきたいというふうに考えておるところでございます。委員長。菅間進委員。ぜひ有効に進めていただきたいと思います。医療施設近代化施設整備助成費についても、まあ、こんなもんで足りるのかなと思いますが、貴重な財源であります。県としてはどのような展開を考えているのか、お尋ねいたします。岡部保健福祉部長。はい、ご指摘の医療施設近代化施設整備事業につきましては、まあ、被災いたしました病院のうち、公立とか公的な病院を除いた民間の病院というふうなことになるわけでございますけれども、その病院が患者さんの療養環境の向上を図るとか、そういった建て替えの際や改修の場合に対象となるというふうなものでございます。現在、この補助金の活用につきまして意向調査等を進めているところでございますけれども、いくつかのお問い合わせなり活用希望が寄せられておりますので、できるだけ、手続きを早めまして、ま、全体の速やかな医療の復興再生に向けて、支援をしていきたいというふうに考えておるところでございます。なお、災害復旧の関係につきましては、いわゆる民間の診療所とかそういったものは対象になっていないというふうなことで、大変たくさんの診療所が津波被害等に遭われていて、まあ、医療の復興にあたっての非常に大きな問題でございますので、こういったものにつきましては国の処置が必要であるということで、引き続き国の二次補正予算に盛り込んでいただくように、引き続き粘り強く要望してまいりたいというふうに思っているところでございます。菅間進委員。本当に診療所が対象でないというところで、
どこまで地域の医療が復活できるのか、本当に真剣に考えていかなきゃいけないし、行動していかないといけないというふうに今受け止めております。さて、地域支え合い体制づくり事業費でありますが、まずは仮設住宅を作ることが先決で、どうしても集会所や併設を考えているサポートセンターに手つかずといったところが現状だろうというふうに見ています。これについても必要とする住民、高齢者、障害者の方々がおり、また働く場を失った介護支援専門医をはじめとする介護職や被災住民がいるわけであり、機能的にも雇用創出という点でも早急に実現しなければならないと思います。新町の現状と県の今後の展開についての考え方、取り組みについてお尋ねいたします。岡部保健福祉部長。はい、このサポートセンターの設置に向けましては、県の方で関係市長、いわゆる沿岸部の被災市長とですね、協議を進めてきておるところでございます。その、被災市長におきましては、すでにこういったサポートセンター、あるいは集会所、そういったところに、生活支援相談員を配置するということで、検討を具体的に進められていたり、その機能拡充についていろいろ検討されているというようなところもございましたし、あとは具体的にサポートセンターの場所まで、かなり踏み込んで検討されているというようなところもございました。その一方で、まだまだちょっと検討が十分でないというふうな市長、市や町もございましたので、今後引き続きいろいろご説明をさせていただきながら、このフル活用ということをぜひ図っていきたいと県の方も考えておりますので、その準備を進めてまいりたいというふうに思っております。検討いたしましては、このサポートセンターの仮設住宅に入居をする方々をはじめとして、被災者の生活の方々、被災者の方々の生活支援のために今後本当に必要な大事なポイントになるというふうに思ってございますので、その地域の実情に応じた具体像というものをしっかりと市町とも協議を進めながら、この事業の活用について指導助言をしていきたいというふうに思っております。そういった際にはやはり被災した市町におきましても、全く新しい町づくりというところが始まるというふうなこともございますし、すでにそういう保険とかいろんな福祉活動につきましてもかなり大きな痛手を被っているというふうなこともございますので、こういったサポートセンターの活動が地域に将来的に本当に地域の包括的なシステムとして、しっかりと根付いていくような活動体制というものを市町村なり、市町村だけではなくて社協をはじめいろんな関係機関とですね、しっかりと話し合って作っていきたいというふうに思っているところでございます。委員長。菅間進委員。今部長答弁通りですね、本当に集会所機能とサポートセンター機能ってすごく大事ですね。もう急ぎ仮設住宅と本当は同時にですね、完成してそれの機能を果たしていかなければいけないというふうに思っています。そういった点で市町は繰り返すようにもう余裕がない中で、話は聞いてもいいことだと思いながらもやれないというところが現実というふうに私は認識しています。ですからそれは先ほどから繰り返すように、後からまた触れますけれど、県のやっぱり職員というか県の機能としてより積極的にですね、その重要さと、あと実施を迫るっていう、迫るという言い方はおかしいんですけれど、やる必要があるんじゃないかと思いますが、改めてちょっとご答弁いただきたいと思います。岡部保健福祉部長。はい、地域支え合い体制づくりにつきましては、いわゆる高齢者施策というふうなことになっておりますけれども、今般はかなり国の方でも柔軟に対応させていただきましていわゆる介護の問題だけではなくて、いわゆる保健活動とか福祉活動とか地域の見守りというふうなことで幅を広げていろいろ展開させていただけるというふうなことでございますので、今回私ども各市町村、被災市長を回りましたときも、長寿だけではなくてですね、健康推進とか子どもの関係とか、あとは社会福祉の関係、そういった社会福祉課とかですね、そういった関係課でお邪魔しまして、より具体的な協議をするというようなことでやらせていただいております。市町の方はやはりご指摘のように
人手が足りないということでなかなかその躊躇されているという部分もございますけれども、この支え合い体制づくりだけではなくて、例えばセーフティーネットの補助金とかそういったものをもろもろ活用してですね、見守りの関係の方々とかそういった人員については国の全面的な支援で体制を構築できるということもございますので、その辺も十分説明をさせていただいてやっていきたいと。例えば地域の仮設住宅の中でもですね、例えば見守り活動というふうなことにつきましては雇用基金の方でそこにお住まいの方がであるいは失職した方がついていただくというふうなことで、よりその地域の方々に馴染みもある方々がやれるというふうなこともございますので、そういった点につきましてもしっかりやらせていただきたいと思っております。委員長。菅間進委員。ぜひですね、皆さんの声も上がっておりますが、本当に周知できるような体制をサポートするというようなことが必要だと思いますし、できるだけハードな部分で集会所を作って、その中でその集落というか、その仮設住宅の集落の方々にいろんな話をまずしなくちゃいけないと思うんですね。そういったこともぜひ進めていただきたいというふうに思います。それで次に行きます。集会所での身体障害者お住まいと対応のトイレ設置についてはどのように考えているのか、また地域ごとという考え方での防災無線の設置はどうなのか、携帯電話普通地域には当然なっていない地域に建設と考えていいのか、確認も含めてお尋ねいたします。岡部保健福祉部長。仮設住宅の方に設置されます集会所のトイレにつきましては車椅子での利用が可能な広さということになってございますので、国から高齢者や障害者等の被災者を支援するサポートセンターとして、活用することが示されてございますので、こういったものにつきましてもオストメイト対応のトイレを設置するということで調整を進めているところでございます。あと、防災無線等と連絡体制の件につきましては、市町村ともいろいろ検討させていただくということになりますけれども、先ほども申しましたように、集会場で活用するサポートセンターにつきましては見守り活動などを行う方々につきまして、実際配置してですね、地域のいろいろな情報について確認をしていくということになりますので、単なる通信手段ではない具体的な活動ということでもですね、しっかりとそういったものを補っていきたいというふうに考えているところでございます。委員長。菅間進委員。情報の大事さというのはずっとこう、一般質問でも言われてきたし、皆さん確認していることだと思います。それでちょっとだけもう一つ確認ですが、携帯電話はもう全部全地区通じるようになっているんでしょうか。岡部保健福祉部長。ちょっと全般的な話ですと、ちょっと情報サイドということになるかと思いますけれども、基本的には県内の衛星につきましては、よほど山奥で人が住んでいないところとか、そういったところ以外では、通信不能なところ、すみません。ほとんどのエリアについて通信可能になっているかと思っております。委員長。菅間進委員。はい、従来こう携帯が通じていたところ、少なくとも早急にですね、もしダメなところがあるとしたら、やっぱり通じるようにしなくちゃいけないというふうに思いですので、突然の質問だったんですが、ぜひその辺担当課の方で進めていただければというふうに思います。さてですね、義援金でも随分と指摘されておりましたが、先ほどのずっと町の職員、市の職員が足りないというところで、ここでお話しさせていただきたいと、質問させていただきたいと思いますが、市町の職員の手が足りないのはまさに現実であります。義援金の配布だけでなく、水、食料の確保や避難所の運営管理、被災の調査、報告、瓦礫の処理、ボランティアの受け入れ、さらに医療や福祉、ごみ処理、税金など、平常の業務もやらなければなりません。職員は休みも取れず、疲労困憊であります。大津波被災地では、被災住民に最も近くで支援する市町職員が
表現が適切かどうか分かりませんが、壊れかけているのが現状だと思います。サポートセンターも手が回らないのが現実のようであります。いっぱい質問の答弁で国が実態調査をかけ各都道府県市町村に職員派遣を依頼するようなことを答弁しておりましたが、国の手配と並行し宮城県が各都道府県市町村に直接お願い働きかけるべきではないかというふうに思います。関西広域連合の自主的な早期の支援はまさにありがたかったわけでありますが、そろそろですね、宮城県から積極的にやっているのかと思いますが、私どもには見えない。積極的にそういった働きかけをすべきじゃないかと。もし手が足りないんだったら、ぜひ私もお手伝いをさせていただきたいと思いますが、早急にやらなければならないということについての知事の所見をお尋ねいたします。今野総務部長。市町の場合にはその職員自体も被災しているということもございますし、またこれだけ広範の大規模な災害ということで大変に市町の職員大変に疲れてもいるということも承知をしているつもりでございます。で、これまでその具体的にどういった業務にどれぐらいの数 の、 その職員の応援が必要かということについては3月4月5月と数回にわたって市町村から要望を県の方でお聞きをしております。でこれは実際にその市町に赴いて市町の人事当局から私どもの市町村課人事課職員が行って直接お話を聞いてでそのご要望にお答えできるように知事会市長会町村会といった窓口も通じてお願いもしてございます。それから岡間委員お話のありました関西広域連合も含めてさまざまな都道府県市町村から他の都道府県からのですね支援のお話もいただいておりまして、そういうところにも個別に私どもの方から調整お声掛けをさせていただいて派遣をさせていただいております。で少なくともそのこれまで、数度にわたって、県内 の、 その市町からこういった業務にこれぐらいの数の職員というお話をいただいたところについてはおおむねお答えできるような数の職員は手当てができているのではないかなというふうに思っているんですが、ただそのなかなかその市町でですね さらにその時期によってこう状況が変わってきておりまして、そこのところにこううまくその派遣の支援をいただいている職員をなんて言いますかスムーズに投入できているかどうかというあたりもさまざま問題もあるのかもしれません。でその辺については私どもの方からもそれぞれの分野でに応じて市町にお話もさせていただきたいというふうに思っております。委員長。菅間進委員。ぜひやってるということですが、ぜひまずミスマッチがないように、またずれがないように最大限努力するということをぜひ要望いたします。医療の方に関連し話を戻しますが、診療所の壊滅的な被害と同時に沿岸部は自治体病院も甚大な被害を受けています。先日東北大が沿岸部の病院配置構想を発表しましたが、今後県としてどのように医療体制を整備していくのか。石巻医療圏では急性期対応の石巻市立病院が壊滅的にやられています。これも失礼な言い方になるかもしれませんが、まともなのは石巻日赤病院のみになっている状態を考えると大変なことだと思うんですね。今後の整備の方向性についてお尋ねいたします。岡部保健福祉部長。はい、県内の医療体制の整備の関係でございますけれども、地域医療の復興検討会議ということで5月に設置をさせていただきまして、地域の実情とか今後の方向性そういったものを見据えながら、各地域の医療提供体
体制の在り方につきまして議論を進めているところでございます。まあ具体的には仮設診療所の設置、それから入院病床の確保、あるいは医療従事者の流出防止などの課題のほかに、まあ、医療機能の集約分化などによります、まあ、資源の再配置とか、あるいは地域の医療の連携体制の構築、そういったものにつきまして、検討を深めているというようなところでございます。ご指摘の石巻医療圏につきましては、現在でも3割の病院等が廃止または休止というような大変非常に厳しい状況でございます。まさに急がれるわけでございますけれども、復興検討会議の中でも部会を設けまして、石巻地域につきましてはいろいろ議論させていただいておりまして、まあ、仮設診療所の設置のほかに、石巻赤十字病院におきます工事救急とか、災害医療機能の強化、それから県域内で、機能連携を推進しながら、まあ、石巻市立病院の再建の方向性などについて、まあ、具体的にいろいろ検討議論をさせていただいているところでございます。委員長、菅間進委員、一つ残して終わります。ありがとうございました。暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。